とにかくまず初めにやるべきなのはここがどこかはっきりさせることですわね。せめて建物でも見えればいいのだけれど、山だけでは特定するのが難しいわ。難しいですの。そうだよな。なあアシュ、お前この辺の地形に見覚えあったりするか？いや。そっか。なんだ今の光は。あれは この花って確か先生がユリアシティで育ててた花だよな。ええ、セレニアの花よ。こんなところにも自生していたなんて。確かセレニアはフォースロットに群生しやすいのでしたわね。ここもセフィロトか何かなのでしょうか。セレニアは夜に咲く花だろう。今咲いていることを考えると亜種かもしれない。そうね、似てはいるけれどセレニアとは違うものなのかもしれない。ティア、どうしたんだ。花を真剣に見つめたりして。ごめんなさい、何でもないの。何でもないことないだろ。つうかさ、どうしてそうやって何でもしまい込むんだ。話して構わないことなら吐き出しちまえばいいのに。何でもしまい込んで悪かったわね。まあ二人とも喧嘩はよくありませんわ。それにティア、あなた顔色が悪くてよ。もし何かを悩んでいるのなら私たちに話してください。力になれることかもしれませんわね。えアッシュ。あ、そうだな。ほら、アッシュもああ言ってるし。言ってるですの。ありがとう。でも大丈夫、ちょっと昔のことを思い出してしまっただけなの。思いがけずセレニアに似た花を見たものだから、つい。そう、この花を見ると嫌でもあの頃のことを思い出さずにはいられない。あの頃の。私は間もなくここから旅立つ。見慣れたこの場所へ戻ることは二度とないかもしれない。私にとってこれが生涯最後の旅立ちとなるかもしれない。それでもいい。もはやためらいはない。自分のやるべきことに何の迷いもない。私はこれから一人の男を撃ちに行く。ヴァンデステルカ・ムストフェンデ、オラクル騎士団首席総長。そして私のたった一人の兄。私はこれから私の兄を撃ちに行く。それが私の使命。命に代えても果たすべき私の責務。行くのですって？うん。それは私に士官学校に入るのをやめろということ？その通りだ。どうして？どうして今になってそんなことを言うの？私の気持ちはおじい様だってよく知ってるはずよ。ダートの士官学校に入り、いずれはオラクル騎士団の一員となる。バンと同じように。それがお前の望みだったな、ティア。ええ、兄さんが待っているから。待ってなどいない。どうして？お前をダートに行かせるなというのは、そもそもバンが言ってきたことなのだ。兄さんが？そんなこと。バンはお前を心配しているのだよ、ティア。オラクルの一員になるというのは、教団のための兵士になるということ。
それがどれほど過酷な道か、お前にも想像がつくだろう。それは。バンはお前に自分と同じ生き方をさせたくないと考えているのだ。お前に万一のことがあれば、亡き両親に申し訳が立たない。おそらく、そんな風に思っているのだろう。バンにとってお前は、この世でたった一人の家族なのだからな。それに私も、できればお前には、この町に残ってもらいたいと思っていた。ユリアシティに？うん。お前の持つセブンスフォニマーの素質は、オラクルでなくても生かすことが可能だ。むしろ、この町で暮らす者のためにこそ、役立ててほしい力だと言える。もう一度考え直してくれぬか、ティアよ。おじい様。オラクル騎士団の兵士になるということ。それは約束。遠い昔に交わした兄との約束だった。その約束を守ることは、私にとって生きることと同じ意味を持っていた。わあ、綺麗なお花。セレニアだよ。クリフォトに咲く唯一の花なんだ。でもちょっと元気がないみたい。場所を移したのがまずかったかな。枯れちゃうの？かもしれない。そんなのかわいそう。お花さん、元気を出して。ティア、見てよ兄ちゃん、お花が生き生きしてきたよ。そうか、ティアにも僕のようにセブンスフォニマを使う素質があるんだね。セブンス？セブンスフォニマ、選ばれた者だけが持つ特別な力のことだよ。ティアは僕と一緒だってことさ。本当？本当さ。セブンスフォニマを自在に使いこなすことができれば、人の役に立つことができる。だから大事に育てなくちゃ。じゃあ私、自分のセブンスフォニマでお兄ちゃんを助けてあげる。僕を？私もいつかお兄ちゃんみたいにオラクルに入るの。それでずっとお兄ちゃんのそばにいてお兄ちゃんを助けてあげるの。いいでしょ？そうか。あ、わかった。楽しみにしているよ。約束よ、お兄ちゃん。ああ、約束だ。幼い頃、兄と交わした約束。今となっては、それが何の効力もない、幼児のざれ言だったのだとわかる。おそらくその約束を通じて、私は、兄との絆を感じていたかったのだろう、兄との。私の兄、私が物心ついた時にはすでに兄は私のそばにいなかった。私が3歳の頃、オラクルの士官学校に入るためダートへ旅立ったからだ。早くに離れてしまったせいで、私の中に残る兄の記憶は乏しい。覚えているのは時折届く手紙と、ごく稀に帰ってきた時の兄の姿。兄は私に優しかった。手紙の文面はいつも私に対する思いやりに満ちていた。私はそんな兄が好きだった。兄の内に宿る激しい衝動、世界に対する憎しみといったものを目の当たりにするまでは。